おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。メインは何なんだろうなちょっとね、わかんないですまずちくわきゅうりから。今日のお弁当は昨日の夕飯の手巻き寿司の何具材の残りをね、ふんだんに使いましたこの魚肉ソーセージもさっきのきゅうりのやつも残りで、魚肉ソーセージは適当に切って、今日はね、ツナマヨオムレツにします。ツナマヨも手巻きの具の残りです。で、玉ねぎはザクザクザクって切ります。で、ツナマヨオムレツからね、焼きます。卵液をザバッと入れて、で、ペロンと広げてね、で、ツナマヨを奥、こう、なんていうの、巻きやすいようにこう一列にピッて置いて、夫はね、ツナが好きだから、ツナはお弁当に入れてって言ったかしね。でね、これをくるんって包みます。で、手前に寄せて、くるんって、でもうツナマヨオムレツはできました早いな。で、魚肉ソーセージをね、炒めていきます。ケチャップと一味唐辛子でね、調味します。で、これをしっかり炒め合わせて、魚肉ソーセージのピリ辛炒めの出来上がりです。フライパンにごま油を熱します。でね、長芋をね、炒めていきます。この長芋もね、手巻きの残りゆずごしょうとめんつゆ、ストレートタイプのめんつゆです。それでね、調味して、で、これをしっかり炒め合わせて、なんだっけ、長芋のゆずごしょう風味の出来上がりです。これね、シャキシャキして結構ね、美味しいよ。つまみにもいいよ。で、豚肉をどんと入れて炒めていきます。玉ねぎもどんって入れて炒め合わせます。もうね、これは味付けは簡単に焼肉のタレです。全体を炒めて、焼肉炒めの出来上がりです。詰めていきます。
ご飯にねちょっと段差をつけてるんですよ。そこにねツナマヨオムレツをドカンと乗せます。でサラダ菜で仕切ってちくわきゅうりをね立てかけて詰めます。で焼肉炒めを端っこの方に詰めて、そしたらねもう一回ねサラダ菜でね仕切ります。で長芋の柚子胡椒風味を立てかけて詰めます。でカップを敷いてこのねカップにね魚肉ソーセージのピリ辛炒めを詰めます。でねいつの間にかトマトのっけてましたね。でオムレツにケチャップをピロピロピローンってかけてごま塩ふりかけです。今日はで人参のぬか漬けを添えて今日のお弁当の出来上がりです。なんか残った材料使ったけどねそれなりにできてよかったです。うん、最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは良い一日を。